こんにちは、池田真子です。はい、今回はセリアの水回りで使える収納グッズを紹介していきます。今回この貼って剥がせるシリーズを見つけたんですけど、こちらをね店舗で見つけた限り買ってきたので順番に紹介していきます。すべて浮かせる収納ができるので、お家の収納の参考にしてみてください。ではまずこちら、フィルムシート小物トレイの正方形です。で、長方形もあったので一緒に買ってきました。こちらが正方形と長方形です。はい、一つ開けるとこんな感じです。はい、ここにね、後残りせず何度でも貼って剥がせるって書いてあるんですけど、このシリーズがねいっぱい出てて、もう全部買ってきました。で、ピタッと貼り付くフィルムシートということで、全てねこういうフィルムで付けれる商品になっています。はい、でこちらの商品はこのフィルムとこのねケースが別で付いてて、この真ん中に突起があるので、ここにセットして使えるっていう商品になってます。で、耐荷重量は約1キロです。はい、この長方形の方も耐荷重約1キロでした。で、中を見るとこんな感じでね、穴が開いてて、しっかり水切りできるのもぬめりとかを防げていいなと思います。これありがたいですよね。で、基本的にタイルやガラスに貼って使えるものなんですけど、お風呂とか洗面所とか場所によってはタイルやガラスがない方もいると思うんですけど、そういう場合はもう鏡がねツルツルしてるので、そこに貼っても使えると思います。まあ、あんまり重すぎるものは置かない方が扉も開けやすくはなると思うんですけど、光沢のある平らな面だったら大体つくみたいです。ステンレス、プラスチック、金属、塗装面、透明ガラスとかも書いてますね。で、使うときはこちらのフィルムを剥がして貼ってからこのカゴをセットしてください。実際に使ったのがこちらです。はい、こちらは洗面所の鏡につけました。で、これもまたカゴをセットして、はい、そうすることですぐに取り出したいものとかよく使うものを収納しておくことができると思います。鏡を開けてもしっかりと接着してくれているので安定感もあって丈夫です。はい、次はこの細かいおもちゃたちをまとめて収納できるようにしたいと思います。結構ね、いろんなところに紛れ込んでたりとか、収納場所が決まっていないと探すのも大変になると思うので改善していきます。はい、こちらに台紙を貼ったので、ここにこのケースを取り付けます。はい、こんな感じで上にケースがってきました。じゃあ収納していきます。はい、これで今後おもちゃも探しやすくなると思います。はい、次こちら、フィルムシートのブラシ用ホルダーです。こういうフィルムタイプのフックとかっていろいろ出てたと思うんですけど、なんかブラシ用って珍しいなと思ってちょっとテンション上がりました。はい、開けてみると、これはもうセットされてますね。こんな感じのちょっと変わった形になってます。で、ここがねローラーになってて、その上の部分がちょっと柔らかいゴムのような素材になってます。ちょっと指でやってみようか。イメージはこの間に挟んでローラーで滑らしながら、おお、はい、そうすることでさっきのこのゴムの部分がしっかりとこうフィットしてくれて、めちゃくちゃ固定されてます。で、対応サイズは約直径15から25ミリのものだったらはめれるみたいです。イメージはこちらです。お掃除ブラシってね、結構置き場に困ったりとかもするかと思うんですけど、こういう風に寝かせる収納ができると、もう使う場所の近くに貼って置いとくことができるので、使う時も直す時もすごく手軽になると思います。お掃除用品以外にもここに入るものであれば結構いろいろ収納できそうですよね。実際に使ってみたのがこちらです。はい、この真ん中に取り付けました。じゃあセットしてみます。おお。この上の部分でも一応止まるんですけど、ちょっと太いので硬くて途中で止まる感じになります。まあ、でもこれでもね浮かせることはできるので、結構いろんなブラシに対応してると思います。これならシンクのお掃除をした後にそのままさっと取り付けられるので手軽になると思います。はい、次こちら、フィルムシートのスプレーホルダーです。今までは全体が透明のタイプっていうのは販売されてたと思うんですけど、今回のシリーズはここがねステンレス製のものがたくさんありました。はい、こんな感じでセットすると、ここにスプレーをこう引っ掛けて収納することができるみたいです。で、こちらを貼るときは事前にしっかりと汚れを取ったりとか、ホコリとか水分も落としてからこちらを貼って、空気を抜くような感じで取り付けてください。実際使ったのがこちらです。
はい、じゃあスプレーボトルをかけてみます。あ、しっかりかかりますね。でこれくぼみがあるところにこう前からかけることができるんですけど、横からもかけることができます。なので例えばね、隙間収納とかに使う場合は、この縦にかけちゃうと結構ね幅がかさばってしまうので、横からかけて収納しておくのもいいと思います。で他の使い方として、例えばねこういうバッグとかをかけておくのにも、はい、こんな感じで吊り下げれると思うし、あとは本やスマホなどを立てかけておくこともできると思います。例えばキッチン周りでレシピ本を置いたりとか、お風呂で映画を見るっていう方も携帯をね置けるようにセットしておくのもいいと思います。他にもいろんな使い方ができそうだと思うので、皆さんも考えてみてください。はい、次こちら、フィルムシートポンプボトルホルダーです。今度はポンプバージョンということで、シャンプーのボトルとかをそのまま引っ掛けておくことができるみたいです。はい、取り出すとこのような形になっていて、さっきよりもここが深い商品になっています。でこれはシャンプーボトルをここに引っ掛けてそのまま使えるっていうよりは、多分一時的に置いとくものだと思います。シャンプーのボトル以外に、例えばハンドソープとかキッチン用の洗剤とか、このポンプ式のタイプとか使われている方はここにかけておくことができると思います。実際使ってみたのがこちらです。はい、今まではボトルをね棚に置いてあったんですけど、今回はその上につけました。はい、ここに引っ掛けることで浮かせる収納ができるので、下のお掃除がしやすくなったり、ぬめり防止にもなると思います。あとは貼って剥がせるので、こうやってね位置を微調整できるのもいいなと思います。はい、次こちら、フィルムシートのフックシングルです。この三角形な形になっていて、横から見るとこんな感じです。あ、今まで耐荷重量が約1キロやったんですけど、これは 1.5 キロまでいけるみたいです。はい、こんな感じで結構ね幅が広いので、いろんなものをかけやすいと思います。パッケージにはスポンジがかけられてあったんですけど、結構今まで販売されてたフックはこの幅がね狭いものが多かったと思うので、結構しっかりとかける部分が太いものをかけたいっていう時はこういうタイプがあると使いやすいかなと思います。実際に使ってみたのがこちらです。はい、今泡立てネットがここに置いてあったので、こちらを改善していこうと思います。はい、ちょうどこの上に石鹸トレイがあったので、その下に取り付けました。でこちらをかけます。はい、こんな感じで取り付けました。これだと上にね石鹸があるので、すぐ下にネットがあって使いやすくなるかと思います。はい、次こちら、シェーバーホルダーです。これは耐荷重量約 300g になります。さっき紹介したスプレーホルダーと結構似てるんですけど、それと比べるとこのフックの部分の大きさが違いますね。シェーバーホルダーの方が奥行きが狭くなってます。え、なんでこんな似てんのに耐荷重量そんなに変わんねやろ。こうシェーバーがあったら、この根元の部分が約幅 24mm 以下のものに対応してるみたいです。で今まで紹介したもののフィルム部分ね、全部同じ大きさになってるので、こうやっていろんなタイプを並べてひっつけててもすごい見た目も綺麗に揃えられると思います。実際に使ってみたのがこちらです。はい、これで簡単にかけて浮かせる収納ができます。今まではこういう透明のタイプだったんですけど、例えばこのシェーバーはここにはぴったりなんですけど、このステンレスの方にはちょっとね傾きやすくて、物によってどちらが合うかっていうのは違ってくると思うので、それぞれのデザインによってこちらの色を合わせるのもいいと思います。はい、ということで今回はセリアの水回りで使える収納グッズを紹介しました。今回はね、貼って剥がせるシリーズということで、この緑のマークがついたものを紹介していったんですけど、シリーズで揃えると統一感も出るし、やっぱりね、壁に剥がし跡とかそういうのが残らないっていうのは、賃貸の方とかでも使いやすいと思うので、気になるものがあったらぜひお試しください。他にもいろんなハッキング紹介や収納方法は再生リストにまとめているので、そちらもご覧ください。そしてこの動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。インスタやアメブロもしてるので、そちらもぜひフォローお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。